はい、今回2023年8月中旬お盆の時期の新型ボクシー、新型ノアで、新型ステップワゴン、新型セーナのミドミーバンの実燃費の方が判明したんで、まあ、8月中旬を主にですね、燃費データの方比較していって、で8月17日お盆が過ぎて、ガソリン価格レギュラーが171円、ハイオクが183円の軽油が148円、まあガソリン価格が高騰してきて、では続きまして新型車の燃費ランキング、はい、では新型車の燃費ランキングトップ20で、まあ時期的にも長距離移動が多い時期なんですけど、エアコンを使う場面が多いんで燃費はどうなのか。20位、フィウダ21超えてて、19位がカローラクロス、18位がフィット、17位がワゴンアルスマイルで、21台がついて、16位がミヤトコット、15位がツーリングで22位超えて、14位がシエンタ、13位が CHR、 12位がインサイト、11位がプリウスで23超えてトップ10、10位がライズ 23.15 で、9位がワゴンアルで、8位がイアイスクロス、7位がミライス、6位がアルトが6位で、5位がロッキーで24超えて、4位がアクシオでトップ3、3位カロスポー 24.51、 2位がヤエス 25.34 で、1位がやっぱりアクア 27.19。 では続けてミドウミーバンの燃費を比較して、まずはボクシーからで、さすがに新型アルファードベイファイアの燃費データまで来てないんで、もう納車の方始まってると思うんですけどね。でボクシー、今回はハビットの方ですね、肉の方比較して、 90K ハビット肉 1.8 リッタープラスモーターで344万から、まあ、発売して1年半以上が経過して、1620か1690、1年間1万キロで102,476円、直近のデータ、8月12日か8月16日まで一番燃費良くなかった記録でも10超えてて、11超えてて、8月15日 11.53、一番良かった記録で20超えて、8月14日5時34分 21.78、まあ、平均したら10後半はないか、14、15、13、14ぐらいですかね。で同じパイニットのノアがどうなのか、まあ総合的に見たらノアの方が車重が軽いんで、同じパーユニットでもですね、 1.8 リッタープラスモーターの新型の肉、こちらですね、 90K 305万からノーマー仕様なんで、ボクシーより価格は安いラインナップがあって、1610か1700キロの車重で1年間1万キロ93,328円、ノアの方が維持費が安い。8月13日から16日まで一番燃費良くなかった記録でも10に超えてて、8月14日9時30分 12.77、 一番燃費良かった記録だと21超えてて、8月14日17時12分5時12分 17.79、 平均したら10後半はありますよね、16、17ぐらい。やっぱり車重が軽い、グレードがラインナップしてる分その分燃費が伸びてるのか、16、17ぐらいで。続けてステップワゴンの方ですね、
ステップワゴンが新型で、こちらですね、 RP8 2リッタープラス2モーター338万から発売して1年3ヶ月、車重が重たいんですよね。1800kg を超えてて、1810から1840で、チェーン間1万強で108,095円なんで、そこまで燃費良くないのか。8月9日から8月16日まで一応燃費良くなかった記録で8月12日、10.04 で一番燃費良かった記録で20は超えてなくて、8月11日の9時40分、 18.13、 目平均したらでもそれでも10後半合うかないか、まあ14、15ぐらいですかね。まあノアよりは燃費落ちてくると思うんですけどね。まあボクシーとあまり変わらない印象で、で最後にセレナ、日産セーナで最上級とベースか中間のグレードに分かれてるんですけどね。28、2つなんですよね。こっちが標準グレードですかね。320万からで発売して4ヶ月が経過して、ガソリン車は去年12月で、 E パワーが今年の4月ですね。8名乗車の XXV の方で1年間1万強で10万4489円、7月15日から8月4日まで 13.10 から 18.8 億、まあ、平均して16ぐらいですかね。で、もう一つの、こちらが、最上級の何名乗車仕様の、369万からで、ルキシオンとかですね。ハイウエスターも含まれていて、主にカスタム仕様車、車重が1800から1150。で、チェーンが1万強で、まあ、装備とか車重が重たい分、115,147円、1年間1万強ですね。直近のデータが8月9日から16日まで、一応燃費良くなかった記録で 12.04、8月11日3時3分、一応燃費良かった記録で 18.09、8月9日10時19分で、まあ、平均したら10後半、あるかないか、まあ14、15ぐらい。ステップワゴンとかボクシーと同じくらいですかね。まあパッと見だとノアが一番燃費がいいように思うんですけどね。CX80 もうじき発表か。まあミドルミニバンで小焼きの燃費出たら十分ですけどね。夏の時期で。まあ長距離移動が多い時期なんで、その分燃費は伸びやすい時期でもあった可能性はありますけどね。はい、今回2023年8月中旬お盆の時期のミドルミニバンの実燃費の方を比較してみたでした。